10月10日から13日、現地時間、ニスペイン・マドリードで開催された、イフブ・アーノルド・クラシック・ヨーロッパ2024。この大会で、安いユリ、安いユリ40、選手がフィットモデル 172cm 以下級で2位、ビキニ 172cm 以下級で5位の成績を残した。ここでは、10月6日に開催された、 JBBF グランドチャンピオンシップス2024で見事5連覇を達成した安井ゆり選手が大会後に語った今年12月に日本で開催されるイフブ世界女子選手権への思いを公開するこの日安井ゆり安井ゆり40選手は2つの使命を胸にステージ上がった 10月6日に大阪で開催された JBBF フィットネスジャパングランチャンピオンシップス2024。これはメンズフィジーク、ビキニフィットネス、ボディフィットネスの各階級のトップ選手たちが一堂に開始審の日本一を決める大会である。日本のビキニフィットネスを牽引してきた絶対女王、安井選手は同大会で5連覇の快挙を達成。しかし、彼女が目指していたものは、 優勝の二文字だけではなかった。今日はご覧になった方々に、今年の安井は世界一になれそうだ、と、そう思っていただけるステージにしたいと思っていました。2015年、同年に日本チャンピオンになったばかりの安井選手は世界選手権に初挑戦し、惨敗を喫した。当時、国内で、ビキニフィットネス、はまだまだマイナー競技の域を出ておらず、 当然のことながら競技人口も少なく、日本人が世界で勝てるようになるには遺伝子レベルで100年かかるとも言われたものだった。この9年前の敗北に、現在の安い選手の強さの源流がある。世界で勝つために必要なものとは何か。100年の壁を越えるためには何が必要か。2016年は世界選手権で11位。 17年と18年は13位と足踏みするも、2019年にはアジア選手権で優勝。2021年と22年は世界選手権 164cm 以上35から39歳級で2位。2023年は別カテゴリーであるフィットモデルでついに世界一に国内では敵なしの安い選手であるが、 海外の戦績に目を向けるとそこには悔し涙のわだちがあり、険しい道のりを這い上がってきたことが理解できる。そして2024年12月に東京で世界女子選手権大会が開催される。日本で世界選手権が行われるのは実に38年ぶりのこと。安井選手が世界一と共に課しているもう一つの使命。それがビキニフィットネス。 という競技の普及である。今日のグランドチャンピオンシップスの舞台を見た方が、12月の世界選手権も見に行こう、応援に行こうと、そう感じていただける魅力的なステージにしなければいけないという覚悟と決意を持って舞台に立ちました。日本人だからできない、のではなく、日本人だからできるんだ、と、そう思っていただけるステージにしたかったです。 この大会の2日後にはアーノルドクラシックヨーロッパに出場するためスペインに出発。帰国後にはすぐにイフブ世界フィットモデル選手権が行われるリトアニアに向かう。安井選手は、今日はこれから帰ってすぐに足のトレーニングです。と言い残し、大阪の会場を後にした。選ばれし者の旅は続く。JBBF、公益社団法人日本ボディビルフィットネス連盟。 は J だ、公益財団法人日本アンチドーピング機構と連携してドーピング検査を実施している日本のボディコンテスト団体で JBBF に選手登録をする人はアンチドーピング講習会を受講する義務があり、指名された場合にドーピング検査を受けなければならない。また、2023年からは、より多くの選手を検査するため連名主導で簡易ドーピング検査を実施している。